超フライワンバウンドで取って、まあこの辺りは浅尾というピッチャーは自分でも、落ち着いてますね、本来編成でありますとか守備のセンスですとかそういうセンスは高いピッチャーです。まあ、パシフィックリーグのピッチャーはバントの練習をしてませんし、しかも浅尾のボールですからよりしづらいところはあるです。バントの構えはありませんね。ああバントですか。バントも難しいですよ。そうですね、スピードボールもあります。三塁方向、あっと三塁にちょっと出ました。ここはしかし浅尾落ち着いていました。さあピンチランナー野口を送ってバッターは飯原、橋コーチ、さあ牽制はアウト。なるほど、打ち取ったバットの先です。浅尾完璧にツーアウトを取りました。しっかり打ち取ってますね。そうですね、浅尾が取れるときは簡単取られちゃいますからね。さあここは先ほど守備からラストバッターには関本が入っています。タイガース、さあ当然ここはバントのうまい関本、2対2の同点。先ほどドラゴンズは代打藤井が送りバント失敗。バントした、ピッチャー取る、浅尾二塁行った、勝負に行った、アウト、一塁もアウト。これは素晴らしいフィールディング、浅尾ダブルプレーに取りました。ツーアウトランナーなし。いやーもうさ、フィールディングは最高なんですよね、浅尾ね。やっとうまいんですよ、うまいですね、関本のバント確かに正面であったんです。早いですね、早いんですよ、ギリギリ。これはね、言いたいです、やっぱね、大きなプレーです、両チームともバント失敗、バント失敗ですね。ツーアウトランナーなし、1番のマートン、高いバウンド、俊足福士、チェイアウト、バントの構え、バントした、浅尾取る、一塁送球、ボールが取れる、一塁セーフ。どの上直道がファーストキャンバスについたかと思われたんですが、どうやら離れたというジャッジ。もう一度見てみましょう、障害になりました、取ります。まあ浅尾の球がちょっと高いといえば高いんですけどね、なんとなくスローで見るとどうでしょうか、この角度からついてるようにも離れてるようにも見えますね。バントしました、ピッチャーの正面だ、三塁送る、これはアウト、一塁送って一塁はセーフです、一塁はセーフです。ピッチャー弾く、かなり懸命に走りましたがワンアウト。勝ったゲームは5対2日本ハムが勝って連勝を伸ばしています。勝ち投手はダルビッシュ9勝目、ピッチャー返し、一塁に送ります。いやいや、この回はもう全打球がピッチャーの浅尾のところに行きます。追い込まれて4球目、ピッチャーゴロ、足元ホームへ、アウト、一塁へ、送球が取れたか、アウト、ダブルプレーになりました。満塁のチャンスにカスティーヨが凡退、警察だ、奪えなかったレイスターズ、8回終わって1対0です。浅尾アウト一つ、石川スタート、打ってセカンド丸くいます、岩崎ピッチャー、浅尾カバー。こんなになくプレーしてますけど、なかなかいいそのセンス持ってますね、浅尾ね。今ちょっとちょうどブランクがいったせいもあるかもしれませんが、送球高めになります。そうですね、そこをうまく取りましたね、はい、これね、なかなかね、あそこ結構ね、エラーが出るんですよね、呼吸ミスがこう出たりするんですけども、
これ高いところですね、投げ役そのフォースルーツの位置が分かってるんですよね、これやっぱ練習の賜物、それと自分のセンスですよね。もう大ベテランの谷繁選手、信頼して投げれるんで、ただそれがねワイルドピッチになる可能性もあるということを、ね、セカンドランの頭に入れた方がいいですよね。バントする、三塁ホール、フォースアウト、ワンアウトランナー二塁一塁と変わりました。どうでしょう、この押せ押せのシーンでの初球送りバント。僕が言いたかったらここなんですよ、はい、あのね、そのこういう場合で初球絶対ストライク通るって、まあ、まずその前に、はい、麻生投手といえば守備がいいんですよね、はい、で守備がいい、そしてランナーセカンドランナーの今リードを見てもリードが2ボール2ストライク、足がピッチャーゴロだ、ホームでフォースアウト、一塁のダブルプレー、さすが浅尾です。神様対決は浅尾の勝ち。またピッチャーゴロというね、一番いい、ゲッツーを取れる一番いいところに飛びましたね。しかもある意味フィールディングでいうと、もう9回屈指のこの浅尾のところにという瞬発力ありますしね。はい、バントでもいいと思うんですよね、もうね、はい、もうワンチャンスにかけるという、はい、バントしてきた、二塁に投げた、また遅れません、森本がかなり余裕を持ったことになりましたが、そうですね、強かったですからね、これくるでしょうね、ようやく笑顔も見えてきました落合監督。でも本当に、今の浅尾の、身体能力なんかすごいですよ、あの体勢から、はい、逆つかれましたね一瞬ね、あの体勢でセカンド投げるんですから、これで2アウト1塁、これご覧いただきましょう。なかなか投げないですよ、本当ですね、はい、ここが来れば盗塁がセーフになるケースがありますからね、エンドランもどっかでかけていい、セーフティーカットした、浅尾ジャンプしてやっと取った、一塁はどうだ、ダーン粘った粘った、岩田足を今ちょっとなんか引きずってますね、目いっぱい足を伸ばして粘ってキャンバスから左足を離しませんでした。岩田大丈夫でしょうか、着地した時ですかね、着地した時に足首が引っかかる、浅尾もですか、はい、浅尾、なるほど、この時にねジャンプした時に、そうですね、左の足ですか、その後またちょっとひねった感じがありますが、一塁にベースカバーに入った井端もやっぱり目いっぱい足を伸ばして少し足を引きずっていました。落合監督がじきじきにマウンドに行きます。さあ2アウトランナー2塁、いい守